1月4日水曜日の全国のお天気をお伝えします。冬型の気圧配置となり、日本海側は雪や雨の降りやすい空模様となります。北日本は吹雪による視界不良や積雪の急増にご注意ください。一方で近畿北部や山陰では降ってくるものは雨となります。外出の際は折りたたみ傘など雨具があると安心です。太平洋側は晴れるところが多く、仕事始めは太陽が味方をしてくれそうです。ただ全国的に空気は冷たく寒くなります。暖かい服装でお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。